さあ、5月、ゴールデンウィークも過ぎて、皆さん、いかがお過ごしですか？とっても新緑が綺麗で、気持ちのいい季節になりましたね。春の日差しから徐々に、日の光が強さを増して、どんどん夏に向かっていく、そんな季節になりました。この5月、どんな星空が見えるのでしょうか？それでは、夜を待ちたいと思います。だいぶ日が長くなってきましたね。だいたい夜の9時ぐらいになりました。私もこの前夜空を見に行ってきました。田んぼの脇で見ていたんですけれども、田んぼには水が入り、星が田んぼの水に反射してとっても幻想的でしたよ。そしてカエルの鳴き声も心地よかったです。それでは星をたどっていきましょう。ではまず南東の方角を見てみましょう。星を見るときにはですね、方角を確認すると星並びが探しやすくなるんです。例えばスマートフォンのアプリでコンパスというのがありますね。これを頼りに方角を確認するのもいいかもしれません。さあ、南からちょっと東の方を向いてみましょうね。その上の方を見ていくと、見たことのある星並びありませんか？この辺りですね。ここの星から7つ星をつなげていきましょう。1、2、3、4、5、6、7。はい、そうです。北斗七星です。北斗七星はですね、水を汲む柄杓の形に似ていますね。この北斗七星、柄杓が少し曲がった形していますけれども、この曲がった柄杓の柄の部分からですね、線を伸ばしていきましょう。そうすると、明るい星が一つ、二つ見つかりますね。これが春の大曲線です。まず一つ目のこの星は牛飼い座のアークトゥールス。少しオレンジ色っぽく見えるこの星は、昔日本で麦狩りの始まる頃の夕暮れ、この星が頭上に輝いて見えるところから麦星とか麦狩り星と呼ばれているんです。こちらの星は乙女座のスピカ。少し青白く輝いているこの星は、日本では真珠星と呼ばれています。この2つの星は春の夫婦星と呼ばれています。奥さんの真珠星は旦那さんの麦星より少し控えめなところが
とても日本的ですよね。さあ、このエアークトゥールスとスピーカー、この下の方ですね、に実はここにサソリ座がちょこっと頭を出しているんですけれども、ここにはですね、惑星が2つ見えています。5月の末に最接近をする火星、そして土星が見えているんですね。そしてそのすぐ近くには、サソリ座の一等星アンタレスという一等星も見えています。地平線のそばですから、木の影だったり建物の影になったりするとなかなか見えにくいんですけれども、この火星とても明るく今 なっていますので、見てみるといいかもしれません。このアンタレスというのは、火星に対抗するものという意味からこの名前ができました。いつも火星はね、ここにいるわけではないんですけれども、惑星はね、星座の中をあっち行ったりこっち行ったり、惑う星と書いて惑星と言うんですけれども、ちょうど今この対抗している、アンテレスの近くに、火星が来てちょうど対抗している形になっているんですね。火星は5月31日に地球に最接近するので、この辺りの時期が一番明るくなります。ぜひ火星を見つけて実際に見てみてくださいね。今夜の星空案内はいかがでしたか？また次回もぜひ見てくださいね。それではこの辺でまたお目にかかりましょう。